日清三宮ビルは兵庫県神戸市中央区加納町4丁目にある日本生命保険所有のビルの一つである。三宮駅の山側に位置する。阪神大震災被災前に同地に所在した三宮日本生命ビルについても述べる。震災当時の旧三宮日本生命ビル旧日本生命三宮ビルは1995年1月17日の阪神。 淡路大震災で中層階が崩壊し、上層階が折れ曲がって傾いた状態になった。同年春には解体され、1997年12月に日清三宮ビルとして建て替えられた。なお、三宮駅周辺には日本生命三宮駅前ビルという似た名称の建物があるが、そちらは駅南側にある別のビルである。阪神。 淡路大震災が発生した当時の1階は桜銀行三の宮支店、2階は東急観光、3階は日本審判であった。桜銀行三の宮支店については、北へ約50メートルの場所に仮設店舗を建設し、三宮南口支店と共同で入居した後、三宮南口支店を三宮支店に統合した上で、そごう神戸店の復旧に伴い、 1996年夏に震災までは三宮南口支店のあった場所に三宮支店が正式移転した。日清三宮ビル再建後の1階には桜銀行系列である新栄一種の証券の本店が入居した。震災から3年が経とうとする1997年12月に再建された現在のビル。カーテンウォールが特徴的なビルとなっている。 16階建て、高さ70.9メートル。ありがとうございます。